こんにちは、後藤茂雄です。ハブ・ザ・フォーサイト、世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものについて紹介していきます。今日は、ミュータンツ・オン・ポスト・フォトグラフィー、編成する写真についての展覧会です。写真はですね、昨今のですね、デジタル、トランスレーションにより、今までの銀塩の仕組みから、大きく、変換しています。それはいわゆる芸術表現として変換しているだけでなく、写真そのものがコンテンポラリーアートの最前線に再びその躍り出ているっていう風な状態だと思います。そのことはいわゆるその実験写真とかアバンギャルドという風な芸術の考えではなくて、ポスト・フォトグラフィー、写真っていうものがどういうふうに変容して変わっていくかということの問いっていうことが非常に注目されている状況を迎えているということです。注目すべき、作家の一人目は、田田由紀さんです。彼女はロールになっているわけですけれども、写真のイメージとその支持体のマテリアルっていうことのこの分離っていうことが明確に意識化されているところも非常に、注目です。それからいわゆるモチーフも、例えば女性、それから写真を焼いたもの、非常に複合的なイメージが入り混じっているところ、これはいわゆるその写真を普通に撮影するのではなく、スキャニングを活用しながらやっている、その入力の仕組みっていうものもいわゆるデジタルっていうものを汎用しながらやっているところが非常に重要です。あとそれからこの展示ですね、いわゆるインスタレーションのやり方っていうのも、コンテンポラリーアートの定石であるインスタレーションっていうことを非常に意識した作り、物質とそのイメージっていうものの乖離っていうこと、融合っていうことを非常に意識的にやっているというところで非常に注目すべき作家だと思います。ですから写真というのはアウトプットのマテリアルによって意味が変わるっていうところが非常に重要で、例えばこういう作品なんかも、これは壁の展示ですけれども、それを例えばジンみたいなエディトリアルに展開することもできるわけですし、そういうところを非常に注目すべきです。田田さんは海外でも非常に反響が良くてですね、今後、将来性が非常にある作家だと思います。2人目はですね、新海日向子です。新海の作品は、パッと見ても分かるように今までの既成概念の写真というものは存在してません。それから写真というイメージも、これタープリンですけれども、そういうものに出力されているわけで印画紙ではありません。それで他もビニールですとか網でやすとかブロックでやすとか、いわゆる ED のモニターとかっていうふうな形で複合されているわけですね。今までのいわゆる写真っていうものの、根本から問い直すっていうことを、作業としてやってると思いますね。ですからパッと見これがどこが写真なのというふうに思われると思うんですよね。だからそれはいわゆる写真の拡張でもあると同時に、この全てをその等価に考えて構成する、いわゆる新しい芸術の、形式が誕生しているって言ってもいいと思うんですよね。物とイメージっていうものを等価にすると、それから全てのそのメディウムっていうものを、開発対象として考えるっていうことを、新海は見事にやっていると思います。3番目に注目する作家は渡辺康介君です。渡辺君はですね、いわゆるディルマンズ的なイメージを鬼面で中心がないようなパラレルな形で物語を、散布するっていう風なインスタレーションをやってるわけです。印画紙をマテリアルとして考えて彫刻のようにして扱うっていうことに関してはすでに常識的になってきてると思うんですね。ただここに写ってるモチーフですよね、非常に自分の裸もありますし、ガールフレンドの肌が出てきたりとか、あと物語があったりとか、トランスジェンダー的な表現というのも入ってたりするわけですし、ですから、ここで注目すべきはもう一回肉体っていうものを考えたりとか、それをストーリーテリングするっていうことを、試みているということなんですね。だからいわゆるポストフォトグラフィーっていうのをやった時に、今までのそのメディア、新しいメディアに全て変換すれば新しい領域かっていう話ではなくて、そのストーリーっていうことに関して、それは写真のストーリーですね、簡単に言えば。で、そういうものをそのやっぱ再定義しようっていうふうな動き、古い形式をもう一回、再定義することもある意味ではそのポストフォトグラフィーとして注目すべきことだと思います。で、注目すべき4番目の作家は、レマです。でレマは今回は、砂を提示しているわけですね。
ここには写真らしきものはまるでありませんし、イメージっていうものをそのアウトプットするときにいろんな方法を取ってるわけですね。まあ、例えば葉っぱに自分のイメージっていうもの、ドローイングした自分の姿みたいなものを、それレーザーカットしたりする作品で知られているわけですね。でその、まあ、例えば写真も作品、それを撮影した写真ももちろん作品、砂をレリーフにして同じイメージというものを違うアウトプットにしたり、からこの透明ないわゆるビニールにスプレーでドローイングしたりすると、全てがまあですからイメージソースから生まれて違う表現としてアウトプットされているというふうなことだと思うんですね。ですからこういうことがベースになって、つまりいわゆる写真があって写真表現をするっていうふうな考え方じゃなくて、自分の中のイメージソースが一つあって、それをいろんな形でアウトプットして、その中に写真もあればマテリアルがたまたまその時には砂になるっていうふうな、そういうような同化性っていうことに関して当たり前だっていう作家が生まれてきているっていうことを、写真っていうものが受け入れていくっていうことが、いわゆるそのポストフォトグラフィーっていうものを発展させていく一つの着眼点だと思うんですね。今まではやっぱりすでにあるやっぱり写真の歴史に対してそれをどうやって拡張するんだ、新しくするんだという発想だったと思うんですけど、まあ、その写真の捉え方そのものをそのいわゆる再定義するっていうこと、まあ、そこからなんというか写真の可能性を考え直すということが非常に重要になっているし、そういう作家に注目すべきだと思うんですね。このようにですね、駆け足で、ポストフォトグラフィーについて、ご紹介したんですけれども、ここにある作品はですね、北慶樹君のですね、作品ですけれども、まあ、いわゆる携帯の中のアプリケーションでいわゆる画像が変換したものを作品として提出してきているっていうふうになってますよね。ですからそういう、まあ、今までだといわゆるその写真銀塩のいわゆる仕組みでどういうふうにやるかということになったんですけど、まあ、デジタルなので全然発想が変わってきているわけですね。ですからこういうアプリケーションなんかはどんどん進んでいくわけじゃないですか。そういうところで現れているものを、まあ、フルスターは、まあ、テクノ画面といったわけですけれども、そういうものに今後やっぱ着目していくことが非常に重要になっていくのではないでしょうか。